ちゃあ、逃げられちまったか。今夜は肉なしだぜ、周遊。って、あれ？周遊。おい、ケン。周太。ちゃ、どこ行っちまったんだ。孫策。ん？五軍を制し、昭和王などとおごるか。教皇か。それと誰だ、じいさん。振り返るがいい。力でまかり通った己の道を、恨みの声、怒りの炎、渦となっていよう。貴様はそれらに飲まれ、ここで果てるのだ。おい、なんだよお前、さっきから。私を殺す。
を連れて行く。やがて波動と、そうそう、ぶつかる。わからぬか。覇者たる者が並び立てば、ラスはそれだけ深まるのだ。おお、おりゃ、他の奴ら、全部ぶっ飛ばしてるぜ。他の目、ね、不吉よ。乱世を憎むその願い、このわしが聞き届けた。滅せよ、乱世の獣ども。勝利は目前だ。敵を駆逐しろ。曹操の兵だ。曹操軍などの戦いのはずもない。孫策の治療が最優先だ。急ぎこの地を脱する。私の集隊で曹操軍の目を引きつける。周囲は兄兵を連れて感動を抜けよ。孫賢殿を頼むぞ。来い、この奴ら。その怪我では馬にも乗れまい。辛いだろう。ここで感動を抜けよう。すまねえ、面倒をかけちまう。何を言う孫さん。私と君の間にそのような人は。俺も目立つといいよ。おのれ、こ
俗な手を使いおるわ。孫中坊の実力を見せてやろう。見せてくれたか、孫さん。頼りにしていたぞ。捜索だ。
るのに。楽しい時間、そろそろ引くべき頃合いかな。ゲージ、門が開いた。さあ、捜索、急いで帰ろう。ありがとう、シュウ。さすが兄上だ。熱く激しい戦をなさる。よし、なんとか窮地は出したな。しかし、虚構。あの男が曹操と通じていたとはな。曹操殿の血を滅ぼす。ふざけおって、兄上を売るような真似をし、ならぬまじないしまで用いるとは。無吉とか言ってたな。孫策。くそ、まじないもバカにならねえな。ケン、親父は俺に孫家を託してくれた。今度は俺がお前に孫を託す番だ。何を言うのです兄上。任せたぜ。